FM シアター。私は今長野の戸隠神社に来ている。どうかこのどん底から這い上がれますように。恋愛はいいです、結婚もいいです。だから自分の才能を見極めるまでどうかピアノで生きていけますように。芸能の神様、戸隠神社の日の御子社、静寂の中に確かな波動を感じる。私にはこんな時間が必要だったんだ。日の御子社は天の岩戸の前で踊った女神を祀っているんです。火のそばで踊ったんだね。こんにちは、観光情報センターはこちらですか？はい、こんにちは。あの、この近くにケーキのおいしい喫茶店があるって聞いてきたんですけど。ああ、お待ちくださいね。確か地図の入ったショップカードが、あ、これだ。あ、すみません、奥に置いてあるあのグランドピアノって？はい、あれは文化庁の長官を務められた河合駿先生が寄贈してくださったもので。河合駿さんってあの精神分析の？はい、ここではストリートピアノとして自由に弾いていただいてます。あの、今弾いても構いませんか？ええ、どうぞ。10年前、私は一つの曲を世に送り出すとき、このコードをめぐってプロデューサーと対立した。心の中に封印してきた私のコードと彼のコード。そう、そのコードだよ。ハンナちゃん、断然このマイナーコードがいい。なんか納得できないな、この暗さ。絶対にこっちだって。あれからずっと私の心にはこのコードがトゲのように引っかかっている。違う、やっぱりこれじゃないわ、ゆういちさん。こっちが私の世界なの。私のオリジナル曲 Forever Loving You。 あら、10年前の自分にこんなに豊かで熱い感情があったなんて。すごいな。その喜びと痛み。あ、なんか聞いたことある。10年という歳月。流行ってたもんね。懐かしいわ。ブラボー、すごい、素晴らしい。本当によかった。でも動画お宝にしますね。え、撮ってたんですか？ああ、僕も歌いたくなっちゃったな。でもプロの方に伴奏なんてね。いや、嘘、あの、そんなぶしつけなことごめんなさい。一曲ぐらいだったら。本当に？あ、じゃあ思い出のサンフランシスコ。はい、いえ、じゃあ、あの、キーは F で。ああ、ちょっとそこのお嬢さん、あの、動画頼める？はい。 I left my heart in San Francisco。 ベータな選曲。High on the hill,
ラウンジバーでよく伴奏した。 It calls to me To be where little cable cars 妙にうまいおじさんが自分のうまさに酔いしれながら歌う歌。 I'm halfway to the starsThe morning fog may chill the air. I don't care. 今日限りに酔っ払いの伴奏はやめよう。そう思って出勤した日、マネージャーに先手を打たれた。アンナちゃん、今日で終わりってことにしてくれる？コロナの現状は分かってた。でも。いきなり首を宣告されるなんて、バカにしてきた仕事かな。逆にバカにされた。 When I come home to you San Francisco なのに今私はどうしてこの人の伴奏をしてるんだろう。Will shine for me. ありがとう。ブラボー。厚かましいお願いを。どうもすみませんでした。お名前は？前園ハンナと申します。僕はハリー。ハリー、思い出をありがとう。はあ。それから数日が経って、友人のヒロミから電話があった。ハンナ、またストリートピアノ再開したんだ。え？え？ YouTube 再生回数伸びないからやめたって言ってたけど、目先を変えて戸隠でドッキリライブってこと？私何にもアップしてないけど。じゃあボーカルのハリーさんがアップしたの？ハリー？どこで見つけてきたの？味があるわ。考えたわね、ハンナちゃんも。いや、あのおじさんは、もうひどい勝手なことして。これだ。戸隠でおじさん確かに若い子にスマホを渡してた。これだったのね。ハンナとハリー街で歌えば。え？昭和なタイトルつけちゃって本当にもう何にも分かってないくせに、もう勝手に。あれ、コメント入ってる。ハリーさんって人何者？歌うますぎです。私の街でも歌ってほしいです。お二人は親子でしょうか、それとも恋人同士？とんでもない、初対面だよ。え？ハリーの自己紹介。人の心に明かりを灯すをモットーとするボーカリスト。北米、南米、ヨーロッパで経験を積む。書きたい放題だな、もう。ハリーさん。東田恵子作、堀口澄香音楽。ストリートピアノ伴奏のジャーニー。もしもし。もしもし、どちら様で？前園です。前園ハンナです。おお、ハンナさん、実は待ってたんですよ、あなたの電話。それで自己紹介欄に電話番号まで書いたっておっしゃるんですか？普通あそこまで個人情報出しませんけど。そうなんですか。何しろ動画配信なんて生まれて初めてで。でしょうね。いや、本当に素人で。ところでハンナさん、 YouTube で再生回数1万回超えるってなかなかすごいんですってね。はい。実はハンナとハリー昨日で7000回超えました。え？ 7000？初めてアップして。ハナさん、お寿司はお嫌いですか？ありが
がとうございました。よっしゃい。おやさん、僕小肌握ってくれる。はい。花さん、次は。じゃあトロいいよ。回らないお寿司屋さんなんて何年ぶりだろう。お寿司に釣られてきてしまった。やだな、貧乏ピアニスト。それにしてもハンナっていい名前だね。さんずいに平凡の凡と書いてハン、名はナッパの名、当て字ですよね。外国でも通じるようにって父親がつけてくれたんだそうです。もう亡くなりましたけど。なるほど、お父さんの思いか。ハリーさんは人の心に明かりを灯すボーカリストって書いてありましたけど。いやいや、あれはほんのご愛嬌。本業はエンジニアでした。コピー機のメーカーにいてね、海外の支社に行ってはメンテナンスの技術者を指導してたの。じゃあ北米、南米、ヨーロッパっていうのは本当ですよ。外国でスタッフと仲良くなるには歌が一番なんだ。初めてのキャラオケですき焼きソング歌ったらこれがウケちゃって。はあ、上を向いて歩こう。気がついたらレパートリー増えてまして。海外赴任にはご家族も一緒に？うん、結婚は失敗しました。まあ人にも気楽でいいし。はい、小肌とトロね。ありがとう。実は僕なんか欲が出ちゃってね、1万回超えた景色っていうのを見たくなったんだよね。景色ってアンナさん、もう一回やらない？ハンナさんがいなきゃ到底無理だし。ちょっとおトイレ。自分一人でやってた時1万回なんてとても及ばなかった。それが1回アップしただけで7000回だなんて。だけど60絡みのバツイチの自称ハリー、本名も言わないなんて。え、私何を警戒してんだろう。40歳、小娘じゃあるまいし。いや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 、お待たせよ。ハリーさん、ハンナとハリーの街で歌えば。ハリーとハンナじゃなくてどうしてハンナとハリーなんですか？ん？名前の順番？ひょっとしてプロの私に敬意を払って。戸隠で聴いたハンナさんのピアノが熱くて切なくて、僕寂しい気持ちになってしまって。寂しい気持ち。ハンナとハリーの街で歌えば。昭和っぽいけどそれもいいかも。歌の伴奏や他の楽器とのセッションが許されるストリートピアノは決して多くない。それに一箇所で長くは演奏できない。ピアノ前奏の赤、大きな拍手を。ありがとうございます。ホットコーヒーとかとかお待ちのお疲れ。お疲れ様でした。お客さんにクッキーもらっちゃった、ラッキー。あの若い女の子ね、 YouTube の予告見てきたんだって。でも行かないな、1万回簡単じゃないですよ、うん、で、ハンナちゃん、うん、ハンナちゃんのオリジナル曲 Forever Loving You、 どうして行かないの？カフェラテお待ちのお客様、
ハリーさん、聞いたの？ CD、 ネットのフリーマーケットで見つけて。やだな、フリマで探すその根性。戸隠のグランドピアノでつまびいてたメロディー、 CD のその曲じゃないの？どうだったかな。ね、もし CD 残ってるんだったらこういうところで売るっていうの？ CD の話はもうおしまい。しつこくすると伴奏のキー勝手に変えますよ。お、それこれからもハンナとハリーやってくれるってことね。目指せ1万回決めたんだから。じゃあハンナちゃん、ツアーやろう。ツアー？地方からのコメント結構入ってるんだよ。関心が高まるんじゃないかな。例えばジャズの聖地神戸に向かってとか。神戸？あ、ご縁のあるところ？ううん、あ、ふっと浮かんだだけ。神戸出身の知り合いのことが。おお、ふっとね。あ、ごめんなさい。もしもし。あ、どうも、ご無沙汰しております。ええ、仕事の依頼かと思ったら違ってた。かつてお世話になった音楽界の大御所が亡くなったという知らせだった。そのお別れ会に私は行くことにした。うわ、ねっとりした演奏。弾いているのは、やっぱりだ、溝端圭。なんでお別れ会の演奏溝端圭なんだよ。旦那がねじ込んだのかしら。田辺雄一が？田辺雄一、その名前に少し気持ちが泡立つ。はあ、やだ、いつまでも。相変わらずね、溝端圭のピアノ。過剰に体揺らして、過剰に悲しげな顔作って。それに何あのドレス、胸開きすぎ。ああ、ハンナちゃんだ。ハンナちゃん、お久しぶり。ご無沙汰です、ケイちゃん。さっきも聞いてくれた？私緊張しちゃって。だってジャズ界の大物がいっぱい来てるじゃない。よかったわよ、心に染みたわ。そう？あ、ハンナちゃんのストリートピアノ配信見てるわよ。嘘？ハンナちゃん偉いわ、どんなピアノでも弾きこなしちゃってる。行ってみたら調律ガタガタってとこもあるけど、それも楽しむようにしてるのよ。あー、先生、どうもご無沙汰してます。本当はストリートピアノなんてバカにしてるくせに、わざわざ話題にするなんて相変わらずね、この女。あ、そうそうそう、ハンナちゃん、うちの田辺もね、感心してたわよ。まあ、ゆういちさんも見てくれてるの？嬉しい。今度ね、神戸までストリートピアノのツアーすることになったんだ。企画してくれる人がいて。わあ、素敵。ハンナちゃん、応援してるわね。ありがとう。ライバルへの闘争心から私はツアーを決行した。エネルギーを与えてくれた溝端圭よ、ありがとね。ねえねえ、ハナちゃん、このタイガー&ドラゴンって弾ける？うん、知ってるよ。この歌ね、今から向かう横須賀を舞台にした歌なんだよ。お客さん喜ぶんじゃないかと思って。弾くわよ、なんだって弾きます。おお、何ですか？なんかギア入った感じ。
アナちゃん、お疲れ様。お疲れ様でした。今日は早く休みましょう。明日は午前中に出て浜松。ピアノはいくつか当たりをつけてるけど。あ、そうだ、サイトで告知しとこう。ハリーさん、タブレットすっかり使いこなしてるね。あ、どうしたの？超えた、超えたよ。1036回、あ、37、8、増えてる。見せて。あ、また増えた。人は笑うかもしれない。多分この喜びを、この幸せを共有できるのは目の前のハリーさんだけだ。 My love waits there in San Francisco。 浜松。ああ、グランドピアノが弾きたかった。でもボーカルオーケーの場所には古い電子ピアノしかなくて。でもハリーさん、意に介さずっていうか、電子ピアノの余韻の単調さを補いながら歌ってる。なんて素人だ。 Your golden sun will shine for me。 ボーカル、ハリー。ピアノ、前園半田。ハンナさん、配信ずっと見てました。今日もとっても良かったです。ありがとうございます。握手いいですか？はい。あの今からリクエストいいですか？ああ、そうね。あ、今日は僕たちの終わりみたいだし大丈夫ですよ。何弾きましょう？死んだ父がよく歌ってた歌で、京都墓場。え、僕も好きだよ。喜んで歌います。あ、じゃあキーは C で。あの人の姿懐かしい、黄昏の河原町。恋は恋は弱い女を、どうして泣かせるの？苦しめないで、あせめないで。あの人と歌った京都五条。優しいながら。いいだろう、これベンチャーズが作ったんだぜ。え、そうなの？ハンナちゃん、結婚しよっか。え？苦しめないで、ああ責めないで、別れの辛さ知りの。お、ハンナちゃん。別れの辛さ知りながら。あの人の子言葉思い出す、夕焼けの高瀬川。本日ご宿泊の佐藤様、鈴木様、田中様、お待たせいたしました。ごめん遅くなって、はあ、部屋に戻ったら急に疲れが出ちゃって、はあ、さて明日は京都墓場。ごめんなさい、なぜか指が止まってしまって。え、演出じゃなかったの？分かってたくせに。あの歌詞聞いてたら一気に引き戻されちゃって、好きだった人と口ずさんだの、夜の高瀬川歩いてる時に。あ、いいよ、
無理して言わなくても。じゃなくて、ねえ、ん？なんか匂わない？焦げ臭いような。あ、匂うな。火事かな。嘘。火事？火事？火事？お客様、一旦ホテルの外に出ていただけますでしょうか。あ、撮影の機材、私の部屋。鍵貸して、僕が取ってくる。でも早く、先に逃げなさい。ホテルの外に出ると消防自動車が何台もやってきた。ハリーさん、何してんのよ。機材なんかいいから早く出てきてよ。あ、ここよハリーさん。カメラ盗寸客コードに、ごめん、譜面探したんだけど。いいわよ譜面なんて。譜面は使わないで、近くの階段から。そして翌朝。じゃあ出発しようか。神戸まで5時間ってところかな。運転大丈夫？なんだこの時期。昨日は怖かったけど怪我人が出なくて本当よかったわ。怪我人はね。え？出火元の903号室の女性、亡くなったって。逃げ遅れたの？いや、睡眠薬を飲んで。出火の原因はタバコ。タバコ？全く迷惑な話だよ。他人を巻き込んで。確かにちょっと容量の悪そうな子だったな。知ってるの？うん、チェックインの時ちらっと見かけたんだよ。昨日のライブで京都墓場をリクエストしてきた子。え、あの子なの？そういえば去り際にいい思い出になりましたなんて言ってたな。え、ハリーさんちょっと止めて。リクエストの京都墓場、最後まで弾けなかった。もしあの子の希望通りちゃんと弾いてたら。ハンナちゃんの演奏と彼女の死とは何の関係もないね。こんな気持ちで。ああダメだ。ねえ、ん？一旦東京に戻らない？え？ここで戻るの？再生回数順調に伸びてるんだよ。人が一人亡くなったのよ。再生回数の方が大事？大事だと思うね。運が悪かったら僕らも一緒に落ちんでたんだ。再生回数が伸びるのは僕らが生きてる証拠だよ。はあ？僕、再生回数300万回っていうストリートピアノ見たよ。でも、ハンナちゃん、そのピアニストに負けてない。ここで立ち止まってどうすんだよ。僕は、外国で技術指導してる時に、若い連中にいつも言ってた。バッドエンドはダメだぞって。やめる時には小さなことでいいから、自分でハッピーエンド作れよって。これ見せてあげる。何？その頃の僕の社員証、生きてきた証。写真、若い。春次郎、小林。ハリーさん、春次郎っていうの？1962年生まれ。あ、そうだ。何してんの？ね、僕が東学士で撮ったこの動画、これやっぱり Forever Loving You だよね。これ聞いた時、なぜか僕は無性に寂しくなった。なんでだ。だからもう一度この曲が聴きたいんだよ。
アナちゃんのピアノで。もうやめて。この曲はダメなの。プロデューサーに改ざんされたから思い出したくないの。さあ、今日は最後の街、神戸だよ。改ざんしたとどういうことなの？対立したの、サビの部分のコード進行で。結論が出なくてプロデューサーに、じゃあ比較のために A パターンと B パターン2種類録音してみようって提案された。出来上がった CD にはプロデューサーが主張した B パターンが収録されてたの。ひどいな、そんなことするんだ。裏切られた思いは永遠に消えないわ。裏切られた？アナちゃん、そのプロデューサーって京都墓所も関係してる。そう、彼と一緒に京都を旅したの。レコーディングの前のことだけど、高瀬川のそばを歩いている時に二人で京都墓所を口ずさんだ。彼がこれベンチャーズなんだよって言った後、ぼそっと、ハンナちゃん結婚するって。私も素直に答えてた。うん、そうねって。それがあんなことになって。本当はいい思い出になるはずだったのにね、京都墓所。あ、僕だ。あ、そこ悪いね、ハンナちゃん。なんか病院みたい。見て。いいや、切っちゃって。いいの？いいのいいの。ハリさん、体調どうなの？絶好調だよ。でもいつもたくさんお薬飲んでるし。今の電話さ、ああ今日で最後だ。楽しもうな、アナちゃん。おお、やっぱり海はいいな。あれが神戸大橋。アーチ型か。残念。残念なの？橋はなんてたって吊り橋だよ。サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジ、そして我が故郷の若戸大橋。え？え？若戸大橋。ゴールデンゲートブリッジに負けてない、本当に姿のいい橋なんだ。Your golden sun。そうだったんだ。ハリさん、この歌を歌いながら故郷の橋を思ってたんだ。ボーカル、ハリー。 Thank you。 お疲れさん。お疲れ様。撤収ですね。アンナ、久しぶり。田辺さん、元気そうだね。今聞いてたよ。神戸に いらしてたんですか？ああ、昔の仲間に声かけられてさ。
や、久しぶりにサックス吹くんだ。ああ、フライヤー渡しとく。じゃあな。あの人、ハンナちゃんを追いかけてきたんじゃないのかな。どうしてそんな。だって彼が一緒に京都墓場を歌った人だろ。え、行こうよ、ジャズライブ、僕らの打ち上げだ。田辺雄一オンテラサーズ。ありがとう。ありがとうございます。ねえ、今夜は素敵なピアニストが遊びに来てくれてるんでしょ。あ、いた、前園さん。ハンナちゃん、一緒にやろうよ。やだ、急に。ハンナちゃん、ほら、行って行って。ありがとう、ハンナ。あの曲、やろうよ。ね。え？私のコードだ。では、前園ハンナ作曲で Forever Loving You をオリジナルバージョンでお届けします。田辺さんはこの曲の譜面をミュージシャンに渡してくれていた。実現するかどうかわからないセッションのためにコード進行は私のオリジナルそのままだ。今一人で訪れた戸隠神社からここ神戸までの風景がフラッシュバックしていく。そのプロセスがまるで田辺さんとの再会につながるコード進行のようだ。この10年オンピアノ、ハンナ・マエザナ。ブラーボー、ブラーボー。ハリさん、私聞いたわよ。やだ、ハリさん、ブラーボー。泣いてんの？ブラーボー。ハリさんは本当に楽しそうに手を振ってホテルに戻っていった。お疲れ。あー、おいしい。あー、でもやっぱりラビングユーはハンナのオリジナルが正解だったな。君のセンスが時代を先取りしてた。やっと認めたの。だけどあの時の俺はどうしてもあの CD をヒットさせたくてね。そう、この間 K に会ったんだって。追悼演奏、ハンナちゃんに見つめられて緊張したって。まさか。彼女ハンナの動画を何回も再生して自分を奮い立たせてたんだよ。キイちゃんのそういうとこが可愛かったのかな。意地悪だな。ハンナ、もし俺が自分の間違いにもっと早く気づいてたら、俺たちやめましょう。うん。ねえ、覚えてるかな、ユウチさんがいつだったか戸隠いいところだよ、いつか一緒に行こうって。覚えてるよ。でもあの場所にグランドピアノがあったなんて
私気がついたらピアノの前に座ってた。迷いなく。うん。ああ、私はこのピアノを弾くためにここに来たんだって思えた。そうか。なぜかいつかいつかこの話を雄一さんにできたらなって思ってたわ。今夜は本当にありがとう。素晴らしいセッションだったよ。出なさいよ。勝手にチェックアウトするし、車もないし、どっかでぶっ倒れてるの？あ、もしもし、ハリーさん？生きてるの？勝手に殺さないでよ。今どこ？ん？フェリー。フェリー？うん。8時半には門司港に着くかな。門司港って、九州なの？急に故郷の景色が見たくなってね。なんとか大橋？若戸大橋。ずいぶんじゃないですか。勝手な行動して。お二人の邪魔しちゃ悪いと思ってさ。私そんなんじゃないから。自分でも意外なほど清々しいんだから。おお、そうなんだ。ねえ、私たちのツアーはハッピーエンドなの？私はまだハリーさんから聞いてないし、どうなんでしょうか。じゃあ、私も橋を見に行きます。本日は若戸渡船をご利用いただきありがとうございます。うわあ、あれが若戸大橋か。戸端から若松までこの渡船で約3分。若戸大橋ができたのは1962年、僕の生まれた年だけど、それまではこの渡船が重要な交通手段だったんだよ。船が生き残ってるのがすごい。便利なんだよ実に。ほら見て、自転車と一緒に乗ってる若者がいる。本当だ、マンハッタンのフェリーみたい。ほら見ろ、ほら橋の真下に来た。わあ、大迫力。すごいだろう。これが若戸大橋の橋脚。僕はいつもこの凛々しい赤にグッとくるんだよ。ねえハリーさ ん、 ん家族は？お父さんとかお母さんとか。うん、二人とも亡くなったよ。兄弟はこっちにいないの？今さら身元調査？だって私たち西へ西へとやってきたのはハリーさんが誰かに会いたかったからじゃないの？もういいんだよ。どうせ長くないし。会いたいのは奥さん。あ、子供さん。今やっと分かったよ。戸隠でハンナちゃんのピアノ聴いた時、僕が長い間封印していた寂しさが溶け出したんだな。娘は今年32かな。でもこっちに住んでるかどうかも定かじゃないしね。ハリさん、この船で歌いたくない？思い出のサンフランシスコ、私伴奏するから。ピアノないのに。調達するわよ、どうにかして。私は若戸渡船に交渉してみた。22時30分若松発最終便の3分間だけ許可が下りた。それからが大忙しだった。ハリーさんの車でピアノを、いやピアノに代わるものを探した。私はやっと
リサイクルショップでそれを見つけた。懐かしいな。今は鍵盤ハーモニカって言うんだ。こんなにいい音がするんだね。よし。そして私は動画サイトに戦場ライブの告知をした。ハリーさんの娘さんに届くように。まもなく22時30分です。戸端への船にご乗船のお客様、どうぞお急ぎください。私たちは狭いデッキに立った。向こう岸には工場群の明かりが幻想的に浮かび上がっている。じゃあ私たちのラストライブ。数えるほどの乗船客が私たちに目を向けていた。ハリーさんは海に向かって歌い続ける。 Your golden sun will shine for me。若戸大橋を見ながら歌えるなんて本当にハッピーエンドだ。忘れ物ないよ、お気をつけください。ハリーさん、ん？ハリーさん、お父さん、マイコか。お父さん、マイコ、マイコ。うん、娘のマイコがね、いいお医者さんを探してくれて、しばらくこっちで治療することにしたんだ。よかった。私は東京で待ってるわ。ハンナとハリー、心待ちにしてる人がたくさんいるし。だけど、ハンナちゃん、ライブやレコーディングで忙しくなったんだろ？ハリーさんが言ってくれたのよ。再生回数100万回、夢じゃないって。一緒にその景色を見ましょうよ。はぁ。赤い橋を仰ぎながら弾いた鍵盤ハーモニカ。最高だったなぁ。僕の歌も最高だったわ。思い出の若戸大橋ね。東田恵子作、堀口澄香音楽、ストリートピアノ伴奏のジャーニー。ただいまの出演、前園ハンナ、若村真由美、ハリー、国村純、田辺雄一、古川浩二、溝端圭、高田直子、ひろみ、そして舞子、倉下穂波、そして若戸渡船のアナウンスは田中直子でした。歌唱指導佐藤花風、スタッフ、制作統括藤井康、技術木本光平、音響効果今井豊、演出吉田博樹。 FM シアターを終わります。